Video ビデオダイアリー広し早市ハママシティジャパンオクトバー 1st 2016 u f o at home 今月も皆さんの資金援助をお願いすることにしましたよろしくお願いしますで最近作った動画ってますかまあ、29日ですからね昨日ですよね昨日作った動画でまあ、とても楽しく 楽しいていうか作ってる時に楽しかったのがこの動画です。で、最初に、まあ、ビリー・マイヤーの、えーまあ、インチキ動画と言われているものを皆さんに紹介しました。このフラフラしたりするところが何かしら疑われたみたいですね。まあ、ひもか何かで吊り下げて、それを、まあ、カメラで撮ったんだというふうに、まあ、説明されていますが。どうもそうではないということで逆証明をしてみました。で、まあ、 まあ、ビリー・マイヤーのこの証明はですね、まあ、どちらかというとおまけ的っていうことになるわけですけども、逆まあ、反対に言いますとこう主題だったかもしれません。まあ、ともかくもですね、まあ、ビリー・マイヤーのこの UFO を、まあ、取り上げてみましたが、主題はですね、実はそうではなくて、えー、2016年の9月16、7日か、16日か17日にですね、えー、UK のウェールズの、まあ、 警察ヘリコプターがですね、まあ、世界赤外線カメラで UFO を捉えたということなんですよね。それがまあ、まあまあ、動画の中でも言いましたけども、まあ、この UFO の,その写真、でも動画というの写真もそうですけども、最もこう重要なところは、その写真もしくは動画の出所なんですね。まあ、出所ころということは、まあ、それなりに信用、それなりでは足りませんね。信用のおける、まあ、 出どころであるかどうかということが問題なわけですが、しかし、この,あのウェールズの、まあ、警察ヘリコプターに撮ったあ動画について言えば、まあ、それ以上、あのいわゆるまあ確かな出る出所を証明しろと言われても、できないほど確かなあ情報源であったわけです。 情報源と言いますか出所であったわけですよね。でそうした記事をですねその警察署自身がその自分のウェブサイトで発表していると、まあ、そういったところから出、まあ出所がしっかりしているということで、それを基本にですね、まあ、あの UFO の研修を始めたわけで,すで、同時にです、ね、そ,のそれと同じ UFO について、ですね私が、まあ、今から2年半以上も前にです、ねまあ、ちょうど2年半ですか。2年 6ヶ月前にですね、ISS に現れた UFO ということで動画化していました。でそこに、まあ、出てきた UFO と、まあ、今回、ウェールズの上空に現れた U と UFO とが全く同じであったということですよね。もうこれ以上の証拠はないわけですよね。まあ、あのどう同じかということは、まあ、100万しかずですから、どうか私の動画をご覧になっていただきたいと思いますけども、まあ、あのどうか、まあ、そちらをご覧になってください。要するにまあその 要するにも何もなくてその、それが証拠だということですよね。もう一度繰り返しますと、まあ、2016年9月、まだ先月中頃ですよね。まだ12週間前ですよね。あのウェールズに UFO が現れたと。それを警察のヘリコプターが、まあ、の世界線カメラが捉えたと。そこに映っていた UFO と、いいですか私が2年半前に動画化した ISS の,その中に映り込んでいた UFO が、 ドイツであったということなんですよ。インチキにしようがありませんね。となりますと、まあ、2つとも偽物か、2つとも本物かということになるわけですよね。あるいは、その、 ウェールズの警察がですね、その今から2年半前に ISS に現れた UFO をですね、模型にして、というか、モデルにして、今回のその UFO を捏造、まあ、して、それをまあ世界線カメラで撮ったことにして、世間を騒がしているかということになりますけども、それはありえないわけですね。先ほど言いましたように、出所がしっかりしているわけですからね。また、いくつかのマスコミもですね、それを取り上げて、大々的に報道していると。 そういうところからあり得ないわけですね。すなわち、もう一回繰り返しますと、ウェルズの上空に現れた UFO は、これは本物であるということなんですよね。そして、それと全く同じ UFO がですよ、今から2年半前にすでに ISS の近くに現れていたということなんですよね。となりますと、これはまあ論理,、まあ論理で、論理的に考えればといいますかね、論理学の帰結ですけども、要するにその両方とも同じであるということになるわけです。それをこの動画の中で皆さんに証明しました。 いかかがでしょうかであのそれについてですね、まあ、一つあの、付随的というよりもです、ねまあ、ビリー・マイヤーがその撮った UFO についても、その動画の中で最後,に最後というか、まあ、そちらの方が本当は私は歌いたいんですけどね。ビリーマイヤー という方が、ね、撮った UFO については、まあ、いろんな研究者がですね、ある偽物である、認識である、インチキである、るまあその何か、ね、UFO のようなものをつり下げて、その紐でつり下げて、それをあのカメラに撮ったんだということを、まあ、盛んに言っ,て言ってきたわけですよね。しかし、そのビリマイヤーの UFO で、まあ、大変こう奇妙なと 特徴って言いますか、特徴的なのはですね、まあ、中にですね、まあ、いくつかあるわけですけれども、あのその UFO の周囲がですね、ギザギザの UFO があるわけです。で私が知る限り、ギザギザの UFO というのは、 動画に収めた範囲では、ビリー・マイヤーの UFO しかないわけですよね。皆さんも多分 UFO と言ったときにですね、まあ、大抵考えられるのは、あのままあ、いわゆる、まあ、変円部ですよね。あの円盤系の変円部がつるつるというか、まっすぐであるというか、なて言ったらいいのかな。まあ、要するにそのスムーズになっているわけですよね。ところが、ビリー・マイヤーの UFO というのは、その変円部がギザギザになっているのは、まあ、動画の中では、ノコギリの刃のようになっているということを言いましたけども、 ロコの範囲になっているわけですよね。そこがあの、まあ、特徴と言いますか、偽、ま、物、あまあ、を作るにしても、ねそこそ、そこまでこの創造的なクリエイ,リエイティブな UFO を作るかという問題と重ね合わせますと、ピ、まあ、リマイヤの UFO のま最大の特徴はその部分にあるわけです。そのギザギザの部分がね、いわゆるロコギの範囲の部分が実は、その、先ほど言いましたその えー、ウェールズの上空にあられた UFO にもそれがあると。しかも、もう一つはっきりしているのは、ISS の固定カメラが捉えた UFO にもそれがあるらしい。まあ、あ,るありますよね。でそれをまあ今回あの、いわゆる、まあ、静止画にして拡大して比較してみましたので、ビンゴということになったわけですけどもね。で裏を返して言いますと、そのまあ、ビリンマイヤーの,その撮ったの UFO の周りがギザギザであるということと、それから、まあ、この、まあ ISS の撮られた UFO の周りがギザギザであると同時に、ウェールズで撮られた UFO の周りもどうやらギザギザであり、しかもそのウェールズの,の上空で撮られた UFO と ISS の,上 I の固定カメラで撮られた UFO がですね、どうやら時計回りにゆっくりと回転しているの分かりますね。ただ、ウェールズの方ははっきりしませんでしたから、動画の中では私はあの言いませんでしたけども、しかし皆さん、もう一度その動画をしっかり見てみてください。その,周り,とあの周,りにね周りがですね、 ゆっくりと回転しているような雰囲気に見えますね。それで、そのまあそういった部分も一致しているととなりますと。とまあ、あのまあ、偶然というか。まああの。 それはね、ビリー・マイヤーがちょっと想像、想像でクリエイティブなマインドでね、俺ちょっと変わったね、UFO を作ってやるよと言って、その U UFO の模型を作って、マ、まあ、るリその残りののようにした、あるいはその人たらね、あの、草刈り機のあの、エンを使って使っ作ったっていうのことも考えられますけど、そあの草刈り機の円、あのー、は、まあいろいろ考えられますけどそこまでやるだろうかっていう問題もあるわけですけども、要するに、まあ、それったものが、そのビリー・マイヤーの UFO であり、その特徴がですね、ウェルズのジョークにあられた、U、UFO と、それから ISS の接近してきた UFO と、 とと、形が一致しているともうこれは偶然ということが、まあ偶然といえば偶然なんですけどもね、あの要するに、あのこ、ね、ういうことなんです。前にもあの動画の中で言いましたけれどもね、あの謎解きというのはある種のまあジグソーだということは最初言うわけですね。で、まあそのジグソーパズルを組み立てていくようにして謎を解いていくわけですけども、そのある程度のジグあのチップチップがね、あの揃いますということはまあ10%でも20%でも何でもいいんですけども、そのあたりこうチップをその並べますと、大体どんな絵かということはわかるわけですよ。3ののか犬の、N、のの絵絵なか、 それを私はジグソーパズルというわけですけども、この否定派の人たちというのは最後の一コマまで文句言いますからね。いわゆるもう完璧にというか、99%ジグソーパズルが完成していたことですよ。あと2つか3つのコマが入らないと、ほら、間違っているじゃないか。ほら、お前たちの言っていることは正しくないじゃないかということで、もう細かいことを言ってくるわけですよ。 しかし、まあ、私たちの立場からするとですね、私のテレビの皆さんもあの含めてしまって失礼かもしれませんけれども、私たちの立場からするとですね、何も99%もあのジグソーパズルのコマを埋める必要はないわけですよ。埋めても意味がないわけですよ。埋めたところでどうにもならないわけですよ。そんなことを考えていたら、そんなジグソーパズルに、まあ、いわゆるかかりきっていたらですね、何千何万というあるようなその謎を解く時間がないわけですね。もっと言いますと、これから1000年経っても2000年経ってもこの謎は解けないということなんですよ。そんな細かいことを言ってましたらね、 裁判,所裁判所のようにね、疑いしかパせずンパッサンパッっていこと言ってましたら、何にもできないわけですよ。まあ、私たちはもう、まあ、80%、70%で見、60%で見、50%で見、それが何の絵であるか分かった段階でですよ。ジングソーパズルはそうでしょ。分かった段階でもうこれは何の絵だというの断定するわけですよね。それでいいわけですよ。ね、それをです、ね、細かいところに言い出して最後にコマがまだ入ってないからこれはまだダメだ、ダメだということが、まあまあ、よく言ってくるんですね、そういう人たちはね。 行、はい、ってくるということは、本当に重篤住炭をほじくり返すようなくも反論をしてくるわけですけども、そういう人とも。 まあそれはその人って結構なんですから、別にあの、私の方から信じてくださいって言ってるわけじゃありませんからね。どうぞど、まあ、そういう方は私の動画から離れて、別の世界で別の、別のテーマでまあ自分の研究を進められたらいいんじゃないのかなって私は勝手に思いますけどもね。まあ、それは分かりません。そんなこと言ったら失礼ですけどね。まあ、そういう形で来ますから、例えばビ,ルビリー・リマイヤーの,の UFO についてもですね、まあ、いろんなことを言,言ってくるんですよね。それから、ウェールズの,あの例の上空にあられた UFO についても、 ちょうちんだ、ランタンだという意見があったのには驚きましたね。これはランタンだってちょうど今映ってますけど、これはランタンだっていうんですよ。ちょうちんだっていうんですよ。まあ、まあ、そこまで言いますからね。ちょうちんじゃないという証明も出しなくちゃいけないということになってきますと、もそれこそそのジグゾーパズ,ルパズルで言えばですね、先ほど言いましたように、100%埋めないと気が済まないと言いますか、納得してもらえないという感じになるわけですね。要するにも、まあ、まあ、そこまでね、私に、まあ、に 私にね、責任があるかっていう問題もありますけどもね、大体時間がありませんよね。まあ、そ正直言ってね、あのそこまでその付き合ってる時間がないもんですから。あのはいということになりますけど、まあ、それはちょっと批判っぽいことを言いましたけども、まあ、そういったことも含めますとね、ベリー・マイヤーのその UFO というのは、このここに今ちょうど皆さんご覧になってくださっている UFO と、まあ、形が一致すると、その周りの辺部といいますかね、ギザギザの部分、これちょっとよーく見てください、これ、ね、ゆっくりと右に回転しているように見えるんですね、これね。あのほら これ一回研修しようかなと思ったんですけども、ゆっくりとこうぐるぐるぐるとこう向かってですね、時計回りにぐるぐる回っているように見えますよね。で、この特徴が、先ほど言いましたよう、ね、に ISS の,その近辺に現れた UFO。それ2年半前、まあ、この今見ていただいている動画の2年半前ですよ。そこに現れた動画と、まあ、その形も、まあ、形は全く同じなんですけどもね。まあ、その ISS に、 近くにやられた UFO もゆっくりとあの時計回りに回転しているの分かりますよもやもやとしながらね。それはあの動画を丁寧に見てください。それはあの皆さんね目を一生懸命凝らして見てくだされば分かりますので、あのそういったところで特徴が一致していると。でそれがそのこの周りのギザギザな特徴がですね、そしてビリー・マイヤーの,まあその撮影した動画の特徴と一致していくと。イコール、その三者は全部,全部本物だというふうにまあ私は考えたわけです。ただビリー・マイヤーはまだまあそれはねあの、あー いわゆるジンクーパーズのチッ,プチップで言えばね、30%から20%の段階で、そのような断定を下したような部分もありますけれども、しかしもう十分ですよね。 あのそれ以上もう疑って、それ以上検証して、それ以上どうのこうの言ったところで意味はないし、私たちはそれ以上に前に進まなくちゃいけませんからね、あのその検証だけで立ち止まって、また1ヶ月、2ヶ月もかけるわけにいかないわけですよね。毎日、今日あたりも3つも4つもこの謎解きのが私のそばにあるわけですけども、そういったものを紹介していくためには、やっぱりその、 いわゆるまなんて言いますか、最後の一歩のところではね、押し切って前へ進むしかないわけですよね。ですから、まあ、ビリ,ビリーマイヤについて言えば、まあ、逆に言いますとね、そこまでインチキをするだろうかということで、まあ、私は本物と断定しました。まあ、特にね、ビリーマイヤのこの、まあ、これから紹介しますけども、UFO の,あの、まあ、頂上と言いますかね、頭のてっぺんというか、それからその辺辺部にはライトがつきますよね。そうしますとね、私1970年代のことを思い出しますけど、あの時代には、 あの、発光大王ドっていうのは、あったのかなあっていう感じで、思う、思えるほど、あのー、 いわゆるそういう時代なんですよ。そういうライトでないと、あのライトの説明はつかないんですよね。ビリーマイヤーのあの辺部に、円とか、あのあの、U、ufo の頭にピカッと黄金色に光る部分があるんですね。それから辺縁部でもチカッと光るところがあるんですけども、あの反射してのが反射か反射光とは違いますね。反射光であれば、全体にあの反射しますからね。まあ、ともかく、そういったところからビリーマイヤーの ufo が本物であるという、まあ証明へとつながっていったわけです。まあ、それがこの。 この動画のまあ 楽しいというか、面白いところでしたね。ですから、久々にといいますか、あのまあ、いろんなテーマでの動画を作ってるんですけども、まあ、このタイプの、この種類と言いますかね、の動画を作っているときはあの楽しいですね。やっぱりこの、正直言ってワクワクと言いますかね、あの実はその、改訂版もう2本出したんですけども、2本目はあの夜中の1時から作り、もう寝なくちゃいけないと思ってたんですけどもね、まあ、ちょっと作り直そうと思いまして、それでそのビリマイヤーの部分を付け足したりして作ったんですけども、夜中の、寝たのが1時半だったのかな、ごめんなさいね。 そのそんなもんでしてね、もう時間を忘れてあの楽しんであの動画を作らせていただきました。そのワクワク感といいますかね、あ寝食職忘れて、それから寝る、ね、寝るのも忘れてえ動画を作ったという意味でね、あの楽しかったです。そしたら早速ね、ある方からあ書き込みがありましてね、同じじゃんと言って大声上や,やりましたよって書いてありましたけれども、それ見たときああ、うれし 嬉しいというか、良かったなと思いましたね。というのは、私自身もその動画を作っているときにね、同じじゃーんと思ったもんですからね、同じじゃーんっていう,場合そういった、その言葉ではありません。 ですけどね、同じだーって思いましたけどもね、そうしたその感動というものがですね、私の動画を通してその人に伝わったんだなと思いまして、大変嬉しかったです。まあちょっとこう動画の報告をてら、まあ見てますけどもね、まあちょっともうちょっと説明してみましょうかね。あのー、今この今ウェールズの上空にやられた UFO ですけども、まあこうして飛んでるわけですけども、これはあの動画の中で言いました この赤外線カメラというのはですね、白黒が反転して映るわけですよね。セギン赤外線カメラの画像を見ていただくっていうかいろんな、ね、YouTube 出てますから、ご覧になるとわかると思いますけども、まあ、インフラレッドの あのカメラで撮りますとですね、まあ、いわゆる黒い,黒い部分が白く映って、白い部分が黒く映るんですよ、まああの。画面上ではね。ですからこれは反転してるんですよね。ですからの周りが白いんで、白いからこれ、白い雲の中を飛んでるわけですけども、白いから白いわけじゃなくて、実際には、雲のいわゆる白い部分が黒くて、その UFO の部分が白いということですね。ですから少しちょっとあの誤解なさらないでくださいねで。それと比較してみますと、ISS で撮られた UFO と全く形が一致するということです、まあ。そういったこと こ,とをこの動画の中で証明しました。 でまあ、これがですね、私は動画の中でも言いましたけれども、この動画そのものがねあの、私はですね、UFO の存在を示す物的証拠になると思います。まあ、それ以上の証拠があり,ありませんからね、繰り返しますと、このウェルズの、このウェゆルズの動画、ウェゆルズの UFO の動画というのは出、出どころもしっかりとした、まさにそれ以上にし,、まあ、しっかりとしたところを求めろといっても、無理なほどしっかりとしたあの、しっかりとしたところなんですよね。そこから出た動画にこのようなものが映り込んでいたと。そしてそれと同じものがですよ、2年半前に、2年半前に、 先なんですよ。その2年半前に ISS の近くで撮られた動画と動画の中に映り込んでいた UFO と一致したということなんですよね。うそういった意味であの、その両方が同じであったら、もうこれ指紋照合と同じですからね。犯罪捜査という指紋照合と一緒ですから、ドンピシャビンゴで決まるわけですよ。いわゆるこれが UFO の存在を示す物的証拠ということになるわけです。なし、この動画そのものが UFO の存在を示す物的証拠ということになるわけですよ。あのた 要するに、例えばねその、いわゆる一つだけでは弱いんですよ。それはあのあの、今言いましたね、えー、先月ですね、9月16日、17日、私16日だと思いますけども、あの16日に撮られたその UFO の写真。 がですね、まあ、これは UFO がどうかという問題があるわけです。それから2年半前に撮られた ISS と近くの UFO もこの UFO がどうかという問題もあるわけですよね。しかし、1本だけではないです。こ1たす1はね、これは100になったり1000になったりするときもあるわけですよね。それがこの動画の特徴だと思います。今ちょうど ISS の近辺に現れた UFO のこれは2年半前ですよ。2014年の3月ですからね。 あのこの情報をいただいて、すぐ作りましたから、その3月、少し前にこの情報が世界に流れたわけです。それを、まあ、私の方に情報をいただきまして、早速その検証をしてみたら、ここに UFO が映っていたというわけその時はまはあ、はっきりしないからなという部分もありましたけども、まあ、こうして動画を作っておいてよかったなと。これが証拠になるわけですからね、ちゃんと日付も入ってますし、YouTube の方であの何年何月で、ね、アップロードした日も,年と日も入ってますからね。ザ 年と月が入ってますからね火も入ってますね、そういえばね。あのそういうことで、これが、まあ、決定的な物的証拠になるわけです。まあ、アリバイ、アリバイ崩し、アリバイ崩してのも事ですね。要するにそういった部分で、この動画が大変貴重だということです。そして、ここに映り込んできた UFO と、先ほどのウェールズの上空を飛んでいた UFO が全く同じなんですね。見,見ただけでも,100もう分かるわけですけど、まあ、一応念のために、ね、細かい部分まで検証してみましたけども、全く同じなんですね。 ということで、まあ、この動画を皆さんに紹介しました。でまあちょ ちょうどねこの辺で出てきますので、あのビリマイヤーさんの話になる前までちょっと説明してみようかな。あのー、これまあ、これを拡大してみますと、あのここが面白いところなんですね。あのぼや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 と出てくるんですね。これはあの私の信,信頼の受ける方のまあ、写真などはありませんけれども、UFO を目撃した方の証言とも一致するんですね。これね、あのいわゆる私たちが考えているようなまあ、常識的な物体の現れ方ではなくて、まあありえない。 形であの UFO が現れ、そしてありえない形で消えていくっていうのが、まあ、私の実感ですね。私が今から40年近く前に見た、ワイフと2人で見たんですよ。UFO にしても消え方がとにかく普通じゃないですね、あれは。あの遠ざかって消えるんじゃありませんから。 空に溶け,込んでいく溶け込むかのようにして消えていくんですからね。いわゆる透明になって消えていくわけですよ、分かりやすければ。ですから私はその後ね、私 UFO を見たっていう人に出会うたびにね、どういうふうに消えましたかって聞くんですよ。で、その時に中にね、あのまるでその、 空と混ざ,混ざり合うように消えていたとかね、透明になって消えていたって話、その方が言ったとするとね、あその人は本当のことを言ってるんだっていう人になってます議のその審議の,その,審議の,、ね、あの判断を下す、そのいわゆる判断材料になっていたわけです。で、この UFO もそうなんですね、瞬間にこうポンと消えて、そしてそれから小さくなったり、多分遠ざかったんでしょうけども、そこへポンと現れるんですよね。まあ、まあ、いわゆる普通ではないということです。 でこれをまあ拡大していますと、このような形が浮かび上がってくると。でこの形と、先ほどの、なんて言いますか、あのウェルズの上空にあられた UFO と。 まあ、パーフェクトに一致するわけですよね。これを皆さんどういうふうに考えるかということですよ。あるいは、まあね、ジグソーパズルのコマのように、ランタンだ、あれは風船だって、いつもでも頑張るのも結構ですけども、ある程度もう6割も7割もねジグ、ジグソーパズルを並べてるんですから、それで見て分からなきゃもう、まあ、まあ、それは結構ですからねあの、まあ。少なくとも私の動画を見られない方がいいんじゃないかと思いますね、まあ。精神の安定のためにも見られない方がいいんじゃないかと思いますね。 まあそういう方は最近少なくなってきましたけどね、以前もありましたよ、何か、あのー、発表するたんびにもう本当に重爆の底をほじくり返そうな質問したり疑問をぶつけたりして、これ2000万台インチキだということを書いてきたんですよ3年前ぐらいまでいましたけどね、最近はもうほとんどい,いらっしゃらなくなりましたけどね、まあ、そ,こそ,そこまではまあやるということになってきます。その当時はまあ一生懸命その、 説明なんかもしてましたけども、もうそのうち疲れてしまいましてね、もういいからほっといてくださいという感じになりましたね。あのまあ、私の方に100%の立証責任がある、立証義務があると言われますと、ちょっと困ってしまいますからね、そういう時にね。まあ、どんなもんでしょう。まあ、要するに、ここに今この UFO がや ASS の周りに映ってた。これが皆さんいいですか ?2014 年の3月ですよ。今から2年半前、2年と半年前ですよ。 2年と6ヶ月前なんですよね。ですから、インチキの仕様がないでしょ逆ならこれ、インチキできるんですよ。わかりますか例えば、ウイルスの方は出所がしっかりしてる、その中に UFO が映り込んでた。で、その、まあ、例えば1年後にね、これ、こういった同じものが ISS の中に映り込んでたって言われた場合には、今度これは一応固定カメラが撮られたと言いながらも、その出所が、まあね、いろいろと加工される可能性がありますからね。となりますと、これは、まあ、NASA の方もね、こんなものが映ってたなんて自分から発表してあの公表するということはありえませんからね。 ね、そうでしょ。ですから、これが逆だったら、これはもう、あの1冊1話0になっ,てなってしまう可能性もあるわけですけども、これが2年と6ヶ月前に、左がですね、2年と6ヶ月前に現れた UFO です。そして今回、ウェルズアライドです。これはあの世界線カメラですから、当然白黒反転してますと、こういう形になるわけですね。これを比較してみてください。全く同じなんですね。違い,は違いをどう,どうにいったらいいのかわか,からないぐらい同じなんですよね。 で、私はこの時に、やっぱりその書き込みをくださった方のようにね、同じだと思いましたね。ワクワクしましたね。そういうこの動画を作ったんですけど、やっぱりそれに感動してくださった人がいらっしゃいましてね、でコメント欄に、大声で叫びましたというふうにまあ書いてくださいました。本当に嬉しかったですねあの。ありがとうございました。大きな励みになりました。で、まあ、わかりきったことですけどもね、こうしてまあ念のために皆さんに確認していただきたい。 普通だったらね、同じですと割れるんですけどもね。しかしまあ、ここが今日のこの動画のポイントですから、丁寧にこうやって調べてですね、同じだろうということを皆さんにご覧いただいています。ご覧いただきました。いかがでしょうか、皆さん。え、これ、もうまさにこれ、証拠なんですよ、皆さん。物的証拠なんですよ。これ以上の証拠はどこにありますかこれ以上の証拠させてやられましてもですね、出しようがないじゃないですか。わかりますか例えば、この指紋が出てきた。 ではあんたはここの部屋にいたじゃないか、犯行現場にいたじゃないか、その私の指紋じゃない、もっとその何万人、何十億人に一人は同じ指紋の人がいるから調べてくれ、なんて言われましてもね、そんなこと調べる必要もないし、まあ、犯罪捜査でも調べませんよね。まあ、要するに、そういったその部分で、ま、あ まあ、そこまでやる,やるかなという気持ちもありますけど、いやもう私はもう勘弁,、まあ、勘弁していただきたいですけど、要するにここまで私やりましたので、後の判断は皆さん、判断してね、これが林博士がその証明した UFO の、ね、画像であるということ,でこ,ことでですね、皆さん、近辺の方に見せてあげてくださいよ。でこれに反応できるので、どうぞどうぞしてくださいよ。待ってますよ。確認してくださいよ。どこかおかしく行ってくださいよ。まあ、ということになるわけです,、まあ、なるわけ,ですけどもね、なんか、なんか、健康を照らしてくども、まあ本当にね、あのまあ、いろんなこと、 いろんなことがあるんですよね、バックグラウンドでは。あのまあ、だけど私は、まあ、まあ、そういうこと、そういうことか、ま、かまってますと大変疲れますんで、今はもう知らん顔して、知らん顔というかもう、そんな時間ありませんのでね、とにかくもう毎日のように、ね、その謎,謎がね、どん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 こうやってくるんですよ。で、それも今でもそうですね、壁に貼ってあるテーマだけでも10個ぐらいありますからね、これやらなくちゃいけない、やらなくちゃ,やらなくちゃいけない。まあ私の場合は、その中でも一番やりたいものからやっていきます。 あのやりたいのから手つけていくわけですけどもね。下がこのビーマイヤーが撮った写真を白黒反転してみたんですけども、同じギザギザがあるんですよ、これね。これ皆さんどう思います、これね。同じでしょしこの数を数えてみましたらあの上も、上も20個、右上も20個、下、そのビーマイヤーも20個という数字が出てきました。このギザギザの数数を数えてみたんですね。そうしましたら、20、20、あるいは21、21という数字が出てきたわけですよね。まあ、数も一致すると、形も一致すると。 まあね、このビリー・マイヤーはまあ横から見たのしかありませんけども、まああとは簡単に想像できますよね。大体いいどんな形をしているかということはね、上から見たらね。ということで、ビリー・マイヤーの UFO、これ皆さんがね、あの研究者の方がですね、まあ、まあ、サイトを覗いてみてくださいよ。もう本当に長い論文でね、もう細かいところまで調べきってね、偽物であるって,言ってね、まあその高らかに宣言した人も、まあ、いますよ。私読んでいて、ヘ ここまで調べて、偽物であることを証明したのかということであの、証明したというか、その人は証明したというつもりでいたわけですけどね。しかし、こうして時代が下って、ですねそして40年経った今、まあ、これがですねどうも偽物ではないということになってきたわけです。まあ、こういうことがこれからもありますからね、あの例えば今はね、それこそこういった UFO がですよあと20年もして、本当に空に現れたらね、そうやって今まで散々否定してビルマーや嘘つきだと言ってきた人は、人はどうやって自分を弁解してするんでしょうね。私そちら 心配しますよ今だってそうでしょ林博しの言ってることはめちゃくちゃでただめて一着目、まあ、最近少なくなりましたけど、言ってきた人、言ってる人はいますよね。そういう人たちは、これから10年後、20年後にそれが証明されたら、どうやって弁解して、どうやって私に謝罪するつもりなんでしょうかね、まあ、コペルニクスのね、あのいわゆるまあ地道説を説明した人時代にもですね、まあ、本当にコペルニクスは命に危険を感じていたわけですけども、そういったコペルニクスを否定して,していた当時の学者の先生たちは、どうやって自らは後になってね、 ししたんでしょうかねそれこそ、まあ、そういうことやれ,やればやろうと後で自己否定の世界に入っちゃって、ね、あのあのいわゆる、まあ、自己否定の世界に入ってしまいません、ね。それはね何もない状態になってしまうわけですからね。まあ、それはあ同情しますけども、そういうこともありますからね。ですからもう、私は素直に、素直というかい皆さんにお伝えしたいのは、そこにある事実を素直に見ればいいんですよ。そして間違えることはあるかもしれない。私の動画作るのは、 動画なんてのは、まあ、当初はもう間違いだらけですよ。それは暗中模索ですから、まるで暗闇の中を、ね、手探りで歩いているようなものですからね。弁解するつもりはありませんよ。でもその時はその時で私は懸命にやってきたわけですから。決して皆さんをだまそうとか、嘘をついてね、変な方に導こうとか、そんなことはみじんも考えていませんでした。それは私,私は私自身を信じてますからね。ですから、今から思うとですね、それがいろんな情報を、か新しい事実が出てきて、そして私はですね、 私はその、何て言いますか、あのーまあまあ、今そのその、そうした動画を振り返ってみてですね、あ、ここが間違ってる、ここが間違ってるとは思いますけれども、決してそれはその間違えたというレベルの話ですからね。ですから、まあ、それは、まあ、許してくれないと甘い考え方はありませんけれども今、ね、今も私は懸命にそのその最善を尽くして、出し惜しみしないで自分の、その、 知っていることを皆さんにお伝えしているわけですよね。でそれを、まあとになって真実は出てくるかもしれませんけれども、しかし、私はその前に言いたいのは、まずそこにある事実を素直に見るということから始めているわけですよね。ですから、そうした事実を組み立てていくという部分でね、まああのまあ、そういう間違いがあっても、私は自分で自分を許しながら今に来ているわけです。決して、勉強するつもりはありませんけれども、そうはあってはいけないということは分かっていますけれども、そういった姿勢を今も。 ままま守ってやっててやいます、まあ、これから10月、11月、もっとベストシーズンになってきますからね、これからも頑張って、えー、あのいわゆるまあ、YouTube の動画を作っていきたいと思います。でまああの今月もですねこのような形で資金援助を皆さんにお願いすることになりました。えー 今月はですね、今のところって言いますか、率直言います、6999円の、まあ、YouTube の資金援助をいただきました。ああ本当に上剤だと思いますね。あのこの YouTube の世界でこうした資金をもらえるということ自体がですね、大変危惧なことのようですね。あのはい そういった意味でその6,999円というのは私にとっては大変重みのあるずっしりとした金額だということです。まあ、冒頭にそのグラフをねその証拠写真を載せておきましたのであの5秒後か10秒後前後にそれを載せておきましたのでまあご覧になってください。まあ、資金援助をくださった方には心からお礼を申し上げます。あの本当にあの 貴重な貴重な状態だと思います。どうもありがとうございました。ということで、まあ,あの10月も皆さんの資金援助をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。で、繰り返しになりますけれども、えー、11月、12月には講演会を開きます。まあ、いろんなねお世話になった方もいらっしゃいますけれども、そういった部分ではあの,主催,者の主,主催者の方にね、あの煩わざらしい面倒をかけたくありませんので、本来ならね、私の方が、まあ どうぞという方で無料でね、あの招待したいんですけども、そういったことはあの私はあの自分の主義として過去何百回も講演会してきましたけども、やってません、ね。あくまでもあの主催者の方がやりやすい形でやってくださればいいんじゃないかということであのやってますので、それはどうかごあの誤解なさらないでまたご了解くださいね。で、まあ、あの、ということです。まあ、よろしかったら講演会おいてください。また宣伝しますけども、あのよろしくお願いします。ということで、えー、10月の資金援助後、 試験援助お願い号をこれで終わりますでは皆さん良い週末をお迎えくださいバイ